企業分析で IR 情報を使うべき理由、その分析をするときに便利なツールがあるので、それをご紹介させていただきたいと思ってます。今こちらでですね、試しに5大商社の比較をしてみたんですが、どうもこんにちは、春大連メンバーの稲山です。ことこです。今日は就活生が企業選びで後悔しないために知っておくべき企業の分析の方法を、企業分析のプロであるマネックス証券の方にお聞きしていきたいと思います。マネックス証券でマーケティング部長をしております増島と申します。突然なんですけど、皆さん就活で企業を選ぶときって、例えば有名だからとか安定してそうだからとか、そういうちょっと漠然とした感じで選んでる方も中にはいるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう？結構最初は人気ランキング上から受けていくみたいなこともあったりしたんですけど、名前を知っているようなところを受けるのとか、あるあるだと思う。そうですよね。実はそれって少し危ないというかですね、入ってみたら思ってたのと違うということってよくあるんじゃないかなと思うので、我々投資家目線で企業をどうやって分析するかっていうのを投資家の皆様にお伝えをしているんですけれども、それはですね、就活先選び、会社選びでもそのまま使っていただける部分が多いと思うので、今日はその方法をご紹介させていただきたいと思います。今日のこの方法を聞いていただければ、その瞬間から企業の分析をしたくなる、そんな気持ちになりますし、もう即効性があるのでぜひご期待ください。就活生が知っておくべき企業分析の方法っていうところでですね、まず簡単な考え方をご紹介して、最後にですね、実際にある企業をどうやって分析するのかっていうのをご紹介したいと思っています。私ですね、マネックス証券でマーケティング部長をやっている増島豊と申します。で、今日ですね、3つのパートをご説明させていただきます。企業分析で IR 情報を使うべき理由、まず IR って言葉あんまり聞いたことない方も中にはいるかもしれませんが、その IR 情報を使うときにどういうところを見ていけばいいのか、そして最後にですね、その分析をするときに圧倒的に時短になるですね、便利なツールがあるので、それをご紹介させていただきたいと思ってます。ちなみに皆さんってどういう風に自分が入りたい会社を探すっていうのをやってるんですか？これ結構説明会聞いたりとか、あとはオープンワークみたいなやつで定性的な口コミ見たりします。説明会に行ったりとか、インターン参加したり。なるほど。それもすごい大事なことなんですけど、それだけだと少し危険かなっていう感じもします。なんでかっていうと、やっぱり企業ってですね、自分たちをよく見せたい、それも就活生の皆さんも一緒だと思うんですが、自分をよく見せたいっていうのがお互いに働くので、より客観的な方法で企業を分析するっていうのを付け加えるとよりいいんじゃないかなと思います。客観的な分析っていうのはどうやってやるんですか？はい、それをこれからがっつりご説明していくので楽しみにしてください。まずですね、 IR は使っているかというとこなんですけれども、 IR っていうのはですね、インベスターリレーションズというものの略なんですけれども、企業の中でも特に上場企業と言われるところですね、上場している会社というのは投資家の皆さんに対して情報開示をしなきゃいけないということになっています。この情報を使うとより客観的な分析ができるということなんですね。 IR は見なくてもいいということで、もちろん見なくても就活っていうのはすることはできると思いますし、実際見ている方がどれぐらいいるのかっていうのはあるんですけれども、実はですね、見なくてもいいっちゃいいんだけど、ぜひ見ていただいた方が皆さんにとって得は多いなというふうに思っています。投資家というのはですね、投資って基本的にはある会社の株を買って、でその会社の株価が上がったところで売ると、そうするとその差分で利益になるっていうのが株式投資の基本的な考え方なので、どの会社株価上がるかなっていうのを目を皿にしてですね、調べてるわけですね。その時に IR 情報っていうのを利用しているんですけれども、そこのどの会社が株価上がるかなっていう目線っていうのが就活にも使えるんじゃないかなということで、この後具体的に説明していきます。数字は嘘をつかない、基本的に IR の数字というのは本当のことが書いてあるので、企業がどんなにですね、定性的に自分たちはこんなにすごい会社なんだって言ったとしても、数字に現れてくるっていうのが大事なポイントです。で、右側ですね、他の就活生との差別化にもって書いてあるんですけれども、私も学生さんと面接をさせていただく機会ってたくさんあるんですけれども、その学生さんがですね、うちの会社のサービスのこととか売上のこととか調べてきてくれたっていうことで話ができると、うちの会社への入りたい熱意がすごい強いんだなとかっていう風に印象って上がっていくんですよね。まあ、面接なんかの時でもすごく有利になるので、ぜひ使ってみていただけたらなと思っています。一般的にですね、投資家がチェックしている指標、主なものだけでもこんなものがあるんですけど、これ見ていただいた時お二人どんな印象ですか？ちょっと多すぎてわけわからないな。専門用語が多くて。そうですよね。
まあ、どれ見たらいいか分かんない、こんな多すぎるのは見られないという方も多いんじゃないかなと思うので、今日はこの中からですね、一部本当に大事なものに絞ってご説明したいと思います。見るべき指標は何なのかっていうところなんですけれども、投資家目線とですね、就活生の方の目線で合致する大事なポイント、主に2つあるのかなと思っていまして、1つが成長性、もう1つが健全性というところなんですね。成長性の観点、健全性の観点で見ていただきたいっていうのは大きく5つになります。売上高、営業利益、自己資本比率、利益率、セグメント別売上高利益ということでですね、まずですね、売上高、これはですね、おそらく多くの方がイメージしやすいと思います。コンビニで100円のパンを買ったということになると、そのコンビニにとって100円っていうのは売上になるということなんですね。じゃあその売上高っていうのがどうなっているのが望ましいかっていうと、売上がずっと伸びていると、成長しているということがすごく大事だと思います。そして同じような観点でですね、営業利益というところがあってですね、これは投資家の分析の中で一番重要視される利益です。まあ、売上高からですね、費用を引いた一番ピュアな利益だというふうに思ってください。利益率というのは売上高に占める利益の割合ですね。例えば売上高が1億円で営業利益が2000万円だとすると、営業利益率は 20% ということになります。でなんでこのじゃあ利益率が大事なのかっていうとですね、利益率が高いっていうことは、自社の製品とかサービスをできる限り高い値段で売れているっていうことになるんですね。その利益率が高いということは、付加価値が高いビジネスをしていたりとか、もしくはコストの管理がうまかったりとか、そういう観点でこの利益率っていうのはすごく大事な指標になります。セグメント別売上高利益というのもあってですね、少しマニアックなお話なので簡単にお伝えするとですね、 IR の中でいろんなビジネスを展開している会社というのは、そのビジネスごとの売上とか利益を発表しなさいっていう風なルールがあります。ざっくりその会社が自動車の会社だよなと、旅行の会社だよなっていうのは分かっても、実際掘り下げていくと細かく何をやっているのかっていうのが分かるのが、このセグメント別の売上とか利益とかっていうことになります。例えば自動車会社に自動車の設計とかをやりたいと思ったら、実は自動車会社って自動車ローンの部門とかあったりするので、金融部門を持っていて、でそのローンの部門に配属されるとかっていうこともなくはないんですね。まあ、そういうような観点で自分にどういう可能性があるのかっていうのを考える上でも、すごく見ていただく必要がある会社の指標かなというふうに思います。最後ですね、自己資本比率、経営の安定性が分かるというふうに書いてますが、総資本に占める自己資本の割合、これだとですね、ちょっとイメージしにくいっていう方が多いんじゃないかなと思うんですが、皆さんの家計に置き換えて考えてみていただくと分かりやすいと思います。例えば自分の資産1億円ありますっていう A さんと B さん2人いたとします。 A さんはその1億円のうち8000万円現金で持ってます。残りの2000万円はローンを組んだ家を持ってます。で合計1億円です。これ B さん、自分は1億円持ってます、でも実は9000万円って人から借りてます、残り1000万自分のお金ですってなると、同じ1億円の資産があるって言っても全然健全性って違うと思うんですよね。なんで B さんの場合にはどんどんお金返さなきゃいけないし、何かあった時すごい怖い。今の例で言うとですね、資産全体、自分が持ってる持ち物全体の本当に自分の持ち物だって言えるものの割合、これが自己資本比率です。つまりは自己資本比率が高ければ高いほど、その企業の安定性、財務の健全性みたいなのが高いというふうに思っていただきたいと思います。これまで5つの指標をご紹介してきたんですけれども、これらの指標ってですね、企業のウェブサイトの IR ページに行けば載ってるんですが、お二人 IR のページどういうイメージです？自分で判断するのが難しいなっていう印象があります。 IR でも見たことあるんですけど、 PDF に文字がびっしり書いてあって面倒くさくて見る気が薄かったみたいな。そうですよね。学生さんってね、皆さんすごく忙しいと思いますし、そんな細かい情報全部見てられないよっていうのはあると思うので、今日はご紹介するのは、今までご紹介したものがすごく簡単に即座に見られるツールがあるので、それをこの後ご紹介していきたいと思います。これがですね、マネックス証券の無料のツールである銘柄スカウターっていうツールがあります。これを使っていただくとですね、すごく簡単にですね、今私がご説明したようないろんな指標を見るのに使えて、まあ、就活先選びというところが時短になるんじゃないかなと思います。一つですね、欠点として上場企業の情報しか載ってないので、上場してない会社の場合は個別に調べるしかなくなるんですけれども、上場企業を受けるよっていう方もすごく多いんじゃないかなと思うので、そういう方にはぜひ使ってみていただきたいなと思います。コンセプトとしてはですね、投資家の中にもすごく知識がたくさんあって詳しい方もいれば、まだ投資を始めたばっかりで決算の数字の見方
方とかよくわかんないみたいな方もたくさんいらっしゃるので、どんな方にもですね、わかりやすく使っていただける見やすさみたいなのをすごく重視して作ったツールでございます。銘柄スカウターを使っていただくとですね、さっき言ったようなお悩みをすごく簡単に解決してもらえるんじゃないかなというふうに思っていますので、この後ですね、実際に銘柄スカウターの使い方というのをですね、実際の画面を見ながらご説明させていただきたいと思います。ここからはですね、銘柄スカウターというツールの実際の使い方をご説明していきたいと思います。今日はですね、サイバーエージェントさんっていう会社、その会社さんで実践していきたいと思います。ここでですね、サイバーエージェントというふうに入力すると、サイバー A4751 というのが出てきます。日本の上場企業はですね、必ずこの数字4桁で、その会社を表す番号が付与されているので、サイバーエージェントの場合4751っていう意味なんですけれども、サイバーエージェントさんを検索してですね、そのページに行きますと、まずこの会社のですね、株価とか、いくつか数字が出てきます。一番最初に企業情報ということでですね、どんなサービスをやっている会社なのかというところが出てくるので、ここでまずですね、その会社を調べるというのにもこの銘柄スカウター使っていただけるのかなと思います。画面少し下の方に移っていっていただくと、通期業績推移ということで表とグラフが出てるんですけれども、ここにですね、売上高と営業利益と両方出ています。青い棒グラフが売上高、赤い折れ線グラフが営業利益なんですけれども、基本的にサイバーエージェントさんでですね、売上が長期間とんでもない勢いでですね、伸び続けている会社なんですね。でそれに伴って営業利益というのも基本的に右肩上がりで増えてきていると。一時期は1000億円を超えた利益を出していたような時期もありました。足元はですね、少し減ってしまいそうになっているんですけれども、ここはですね、大ヒットしていたゲーム「ウマ娘」、あれがものすごい大ヒットしたので、ものすごい売上と利益になったんですけれども、さすがにリリースから時間も経ってきたので、少しですね、利益も落ち着いてきているというところになります。ただ基本的には売上利益とも伸びている、成長性がすごくある会社さんだということが、このグラフを見ていただくだけでわかるんじゃないかなと思います。今ですね、大事な指標、売上高と営業利益というのをご紹介したんですけれども、さっきもう一つ利益率というのを言ったと思うんですが、グラフのすぐ上のタブのところにですね、利益率っていうのがメニューとしてありますので、この利益率をクリックしていただくと、それの推移というのも出てくるんですね。これもですね、基本的には高くなる傾向で、一時期は 15% ぐらいということでですね、かなり高い利益を出している。この利益率なんかっていうのは、例えば皆さんが入ってみたい他の同業の会社さんと利益率比べてみてですね、どっちが高いのかなとかっていうのを調べてみていただくっていうのもすごくいいことじゃないかなと思います。続いてですね、セグメントというところをご紹介したいと思います。セグメント海外っていうようなメニューをクリックしてもらうと、実際サイバーエージェントがやっている事業がそれぞれ出てきます。右側の円グラフ見てもらうと、インターネット広告で売上の大体半分ぐらいを稼いでいて、ゲームで 30% ぐらい、メディアで 15% ぐらい、残りがその他みたいな、そんな構成になっています。今度表のところを見ていただくとですね、インターネット広告とかゲームという業の利益はですね、黒字の数字100万円単位なので、244億円とか605億円っていう意味になるんですけれども、でもですね、実はメディアっていう事業は赤字なんですね。メディアって大きいのはアベマ TV なんですね。アベマ TV はですね、ものすごく視聴者数とか伸びてるんですけれども、やっぱりコンテンツを作るのにすごいお金がかかったりしているので、ずっと赤字を垂れ流している事業です。でもそこは、この事業は絶対将来テレビに変わるような大きい事業になるというような意思を持って進めているというような事業なんですけれども、今のところはまだ赤字が出ているというようなことがわかります。このようにですね、このセグメントを見ていただくと、その会社がどういう事業をやっているのか、そして何で儲かっているのか、儲かってないのかというところがわかるので、ぜひセグメントというところも見てほしいなと思います。そして最後ですね、自己資本比率ですね、 37.6% とサイバーエージェントの場合にはなっています。なので彼らの持ち物が100とすると、その中で彼ら自身の持ち物っていうのは 37.6 で、残りというのは例えば借金であったりとか、そういったものだったということがわかる。この自己資本比率何パーセントだったらいいのかっていうところがあるかなと思うんですけれども、おおむねですね、30%、40% くらいあれば全然心配ない。逆に 10% を割ってくるようなことになってくると、危機があった時大丈夫かなみたいな感じで投資家が不安になったりするので、この自己資本比率は 30% くらいあればとりあえず問題ないのかなっていうふうに思ってもらえたらと思います。ということでですね、私がご紹介した5つの指標をそれぞれこの銘柄スカウターを使っていただければ簡単に調べていただけますので、ぜひトライしてみていただきたいと思います。
銘柄スカウター、もちろん一つ一つの企業を先ほど見ていただいたように深掘りもしていただけるんですけれども、やっぱり就活だとどの会社がいいのかを比較するっていうところもすごく大事なポイントだと思うんですね。モスカウター比較機能というのも設けているので、それも簡単にご紹介できたらなと思います。ネット広告のサイバーエージェントと広告代理店最大手だった、電通という会社さんがありますけれども、電通さんとサイバーエージェントの比較を、銘柄を比較するというですね機能でやってみたいと思います。そうするとですね、株価とかいろいろ情報あるんですけれども、時価総額っていう言葉、結構多くの方聞いたことあるんじゃないかなと思うんですが、その会社の大きさみたいなのを示すものなんですね。これサイバーエージェントはだいたい4000億円ぐらい、電通さんというのは1兆1741億円あるということで、会社の規模みたいなところで言うと電通さんの方が大きいと。それからですね、さっきの売上高とか営業利益の額みたいなところもですね、比較してもらうことが簡単にできるようになっていて、サイバーエージェントの売上っていうのはだいたい7100億円ぐらい、それに対して電通グループの売上っていうのは1兆2000億円ぐらい、電通さんの方が売上多いんだなみたいなことがわかると思います。こういうのを使えば業界の中でどういう違いがあるかさっぱりわからない企業たちでも客観的な違いがわかるようになっていく。おっしゃる通りですね。やっぱり比較して初めて見えてくるというところって多いと思うので、ぜひ積極的に比較もしてもらいたいなと思います。今こちらでですね、試しに5大商社の比較をしてみたんですが、時価総額を見ていただくだけですね、結構違いあるんだなということが分かっていただけるんじゃないかと思います。売上の比較とか利益の比較っていうのも出てますので、このように比較して就活に生かしていただくっていうのもこのツール使えるんじゃないかと思います。今日は就活生の皆さんに企業選びのところで特に見ていただきたい IR 情報、何を見たらいいのか、そしてそれを便利に見ていただけるツールをご紹介をさせてもらいました。私としてですね、数字だけ見てほしいってわけではもちろん全くなくて、数字だけが良ければ皆さんに合うのかっていうと、そんなことは決してないわけで、数字も IR 情報の一つの観点として見ていただくと、より合理的な就活先選び、就職先選びというのがしていただけるのかなと思います。当然ながら、説明会で感じた雰囲気とか、実際の現役社員の方に聞いて話して感じたですね、空気感みたいなところもですね、すごく就職先選びでは大事なポイントだと思うので、定性的なところと定量的なところ、それぞれ組み合わせていただいて就活先選びをしていただくとすごくいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。で、最後ですね、今日ご紹介したこの銘柄スカウター、マネックス証券というですね、証券会社に口座開設をしていただくと無料で使っていただけるので、ぜひぜひ口座開設ですね、検討してみていただけたら嬉しいなと思います。今日はご清聴ありがとうございました。今日は IR 情報を用いた企業分析の方法を聞いてきました。今日のまとめは、1つ目が IR 情報を使うと深い企業分析ができる。2つ目が、重要な指標は売上利益、利益率、セグメント別の売上と利益で自己資本比率、マネックス証券さんの銘柄スカウターを使えば簡単に企業分析できる、この3つでした。マネックス証券さんの詳細や銘柄スカウターの詳細は概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。本日はありがとうございました。せーの、じゃあな。